今回は運命が好転し人生がうまくいくの第33回です。それで今日は神結びの神が勧める初詣すべき神社についてです。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで神結びの神が勧める初詣すべき神社ですが、それは小さくても構わないので近い神社がいいそうです。つまり初詣だけ行けばいいってものではなくて、何回か気が向いたらその神社にスッと行けると、そういう神社がいいっていうことですね。それで御祭神は天照大神様、雨の源氏の神様、この花咲くや姫様、この御三方が御祭神の神社がいいだろうということです。そして普段神様がいない神社ってのがあります。それこそ小さい祠しかないような神社では神様がいないこともあります。でもこの動画を見てから行けば、そういう神社でも必ず神様、先ほど言った天照様や雨の源氏の神様やこの花咲夜姫様がいらっしゃいます。ですので全く心配することはないということです。それでは参考として、自分の家、僕の家の割と近く、近場、せいぜい電車使っても1時間以内で行けるようなところの神社を紹介しつつエネルギーを送ります。まず最初は藤沢にある高台神宮ですね。普通一般的には高台神宮って言うんですけども、ここの藤沢だけはなぜか高台神宮と濁ります。神奈川県藤沢市鵠沼神明というところにあります。ここはね、めちゃくちゃ厳かですね。とても静かでね、張り詰めてるわけではないんですけども、ゴロゴロするわけでもない。とにかく厳かでシーンと静まってて、心がスーッと落ち着くところですね。御祭神は天照大神様です。それでは高台神宮のエネルギーを送ります。
終わりました。次は新戸神社です。これは神奈川県平塚市東新戸っていうところにあります。ここもね、気持ちがいいですね。これは気持ちのいい中でも寝ちゃうタイプの気持ちよさですね。御祭神は雨の水中主の神様です。ご利益としては長寿、病気平癒、開運昇福、事業成就、安産となっています。それでは新戸神社のエネルギーを送ります。終わりました。次は宣言者です。これは神奈川県川崎市多摩区上戸にあります。
ここはですね、本当に住宅地の中にある本当に小さい神社で祠だけです。祠があって周りが、ちょっとした狭い感じの公園っていうんですかね、そういう感じになってるところです。そしてここは非常に気持ちが良くて落ち着きます。やっぱり小さい神がこの花咲くよ姫様だからだと思います。とても気持ちが良くてね、スーッと落ち着くんですね。ということで、この花咲くよ姫様のご利益は家難除け、安産、子授け、農業、漁業、織物業、酒造業、それから海上安全、航海安全となっています。それでは宣言者のエネルギーを送ります。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。